皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。はい、というわけでレイカーズ本当に調子が悪いですね。そしてそれ以上にヤバいのが現在のレイカーズの怪我人状況で、まず前回のマイアミ戦で負傷していたアンソニー・デイビスが今回は欠場。でもまあここに関してはね、試合の本当に直前くらいまで彼が今回出れるかどうかっていうのは分かってなかったみたいなんで、そこまで重傷ではないと思いますが、いやー本当に今回は彼がいなかったことがね、本当に響きましたね。そしてそれ以外では相変わらずジェイレン・フットシティーノと、あとはゲーブ・ヴィンセント、ジャレット・バンダービルドの3人は膝が痛いということで欠場。そしてビッグマンのジャクソン・ヘイズに関してもまだ足首が痛いということで今回も欠場。よってレイカーズには現在これだけの負傷者がいたんですが、その一方で良かったニュースは、これまで脳震盪のプロトコルで4試合を欠場していた八村塁がついに今回復活。まあだからそこは良かったんですけど、全体的に見ても現在レイカーズは本当にその怪我人に悩まされていて、そんな中ね、最近波に乗っていたヒューストン・ロケッツと対決をして、まずは結果から言っちゃいます最後は128対94でレイカーズが敗戦。いやーもう開いて開いて最後は34点差でしたが、もうこの試合に関してはどっかでリードが入れ替わったとかそういったことはなくて、もう終始ロケッツがね圧倒して勝っていた感じでしたね。そしてその理由の一つとしては、なんせレイカーズサイドがなかなかリバウンドを取れなかったこと。だからここに関してはアンソニー・デイビスがいないことによる悪影響をもう早速もろに受けていた感じで、今回レイカーズはチームとしてオフェンスリバウンドが5本とディフェンスリバウンドが29本でトータルのリバウンドが34本だったんですけど、これに対してロケッツはオフェンスリバウンド14本とディフェンスリバウンド43本でトータル57本のリバウンドを奪っていました。だから本当にレイカーズはね、リバウンドが取れてなかったなって印象で、個人スタッツ的にも一番取っていたのが八村塁とマックス・クリスティの8本で、次がレブロン・ジェームスの6本。でもこれに対してロケッツサイドはなんかまんべんなくみんながね、リバウンドを取っていた感じでしたね。だからもう完全にリバウンドを制されたから試合も制された感じでしたが、そんな中今回良かったのは先ほどもちらっと話していた八村塁で、彼は今回ね、相変わらずベンチから出てきましたが、プレイタイムは26本で、スリーポイントは2本のシュートを14本中10本沈めて24得点8リバウンド2アシスト2スティール1ブロックと、スタッツに関してはかなり上出来な感じで、プラスマイナスに関してはマイナス13でした。だから今回得点とリバウンドに関しては八村がチームトップで、特にシュートタッチがねかなりいい感じに見えていました。そしてその他の注目ポイントとしては、やはりレブロン・ジェームスとディロン・ブルックスの対決で、もう彼らの因縁は昨シーズンのプレイオフまで遡るんですが、今回もバッチバチにフィジカルにやり合ってた感じで、もう見てる側としては本当に楽しかったですね。そしてそんなレブロン・ジェームスはと言いますと、今回はプレイタイムが27分でシュートは13本中7本沈めて18得点6リバウンド2アシストと、スタッツに関してはまあまあな感じだったんですけど、今回は彼のプレイタイムを抑えることができたのがね、良かったですよね。っていうのはシーズンの序盤からね、彼のプレイタイムを制限するとは言っていたものの、やはりチームの状況的に彼のことを使わなくてはいけない状況が続いていたから、もう本当に彼の怪我がね心配だったんですけど、今回はねそのプレイタイムを抑えることができて、そこは良かったんじゃないかと思います。そしてあと思ったことは、アンソニー・ディービスの代役としてクリスチャン・ウッドはちょっと厳しいということと、あとはディアンジェル・ラッセルとオースティン・リーブスのバックコートコンビがなんかうーんって感じなんで、ゲーブ・ヴィンセントが復活したらスタメンのね、このうちのどちらかを彼とスイッチをすることも全然ありなんじゃないかと思いました。でもまあ今回はレイカーズのディフェンスが悪すぎたっていうのもあったんですが、まあロケッツのオフェンスがね良すぎましたね。っていうのは今回彼らはチームとしてのシュートの成功率が 63.2% で、スリーポイントの成功率に至っては 42.4% と、もうシュートが入りまくっていたんですけど、そんな中特に調子が良かったのがジェイレン・グリーン。彼は今回ねプレイタイムはたったの21分だったんですが、スリーポイント5本を含むシュートを15本中11本決めて28得点。もうこの試合の MVP は間違いなく彼でしたね。あとはね、試合前にレブロンのことを封じ込めると言っていたデュロン・ブルックスもかなりディフェンスを頑張っていて、あとはテイトもねいい感じでしたね。はい、ってわけでもうレイカーズにとっては本当に散々な試合となってしまいましたが、いやもう一番思うことはアンソニー・ディービスの穴が本当に大きすぎる。
なんかその他のチームの主力が抜けるパターンと違って、もうレイカーズにとってのアンソニー・デイビスが抜けるっていうことはもう致命傷すぎて、っていうのはもうレイカーズがね、彼にディフェンスもオフェンスも頼りまくっているから、まあだからそこの対策としてクリスチャン・ウッドにはね期待をしていたんですけど、そこもね期待外れだったんで、ちょっともういろいろと不安が残る試合となってしまいましたね。でもまあレブロンもね、今は怪我人がいるから本領を発揮できないと言っていましたが、まあそういった意味でもまずは怪我人にね早く復活してほしいですね。そして最後に順位を確認しておきますと、連敗をしたレイカーズはこれで3勝5敗の12位で、その一方ロケッツとしては開幕は3連敗したんですけど、これで4連勝となって現在は西の6位となりました。でもまあシーズンもまだ始まったばっかりなんで、もう今後に期待していくしかないんですが、皆さんはこの試合に関してはどう思いましたか？コメント欄で教えてください。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。